春の国七と雪水夫の新子さんよです。今日は田植え機を、運ぶんですけれども、ところがですね、実はね、うちの社員の一家が兼業農家されてるということで、実際そのね田植え作業っていうのをちょっと、体験も兼ねてちょっとやってみようということでね、ちょっとね、ちょっと朝早くからちょっとスタンバイして、やってまいりました。ちょっとねここで朝ちょっと待ち合わせをして一緒にね、行くという形にしてますので。スタンバイしてね、下に行くときはね、はい、長靴履きますんでね、はいはい、おはようございます。おはようございます。まだ今んとこ晴れ曇りでね、ちょうどいい、なんかいい感じの天気かなっていう、ちょうどいい天気です。はい、ここまでがどっちなんですか。草ぼうぼうのところが1、はい、で、この正面が2、で、この隣の水を張ってるところが3、その右奥が4、の正面の手前側で5になります。なるほど。水張ってるところは全部そうですね。ちょっと仕事に影響が出ない程度で、はい、勘弁してあげてください。わかりました、はい、支障ない程度で、支障ない程度にギリギリのラインで、はいはい、変わってね、新しく購入されたということで、はいはい、そのまだ使い方をね、ちょっと教えてもらうためにね、はい、はい、業者の方をね、待ってるんですけれども、なるべく少なしたい、少なければ少ないほど、うん、さっきの26ですね、さっきの26、これ勝つの、この感覚浮いてくスペースの話なんです、ね、これはもう特にこれ水かけてエンジン大丈夫かと思うんですけど、大丈夫なんですね。全然大丈夫ですね、もうそのトロトロビチャビチャのところを走るやつなんで、はいはいはい、そっかそっかそっか、先輩頑張ってください。ここしか見せ所ないですよ。先輩頑張ってください、これぐらいならできる。バタ板に比べれば、うん、これぐらいの作業ならできる、はいはいはい、すごい、もうドロドロになってるけど、もうなんちゃら関係なく、いや、もうこれが普通です。これが普通、はい、結構な面積ありますからね。どういう表現すればいいの。平方メートル何単とか。ちなみにこれは何単なんですか。江戸のお殿様には何石と何万石と言っとけばいいでしょう。全部言えるのは1兆4単ぐらいとか。はいはい、あ、いった、あ、お、行きましたね。早いぞ。早い早い、うわ、めっちゃ早い早い、高速早い。これ先輩ね、もうはい、これもこう回しながらグッとこうね、やっぱこうグッとこう中に、うん、入れ込んでる、入れ込んでいかんと。そうですね、軽四から乗用車に変わったぐらい。あ、そうなんですね。じゃあもう、うわ、周りも結構パッと入れつけられます。これが手植え作業か。これは最初回転距離何メートルだったんですか。何メートル。難しいですね、なかなか。自動車的な最小回転半径みたいな。結局今の機械に近いんで、ブレーキという操作がないんで、勝手にも小回り引くんですよ。へー、まあ大体1単っていう面積なんですけど、はいはいはい、40枚ぐらい、去年の、今回では多分20枚切るぐらいの計算でいくんじゃないかな。全然減らないですね。減らない、うん、使う苗の量が最小限。それなんで最小限になるの。だって置いていく感覚は同じですよね。この感覚は違うんですよ、植えて植えての。ああ、そうなんですか。前のだとこれが狭い狭い、はい、はあ、それはもうあえて設定で狭くならないようにしてるんですね。一番広く。ああ、それこう狭くじゃなくて広くする理由って何なんですか。病気が来なかったりとか。ああ、映りにくいんだ。例えば病気になった時にスペースがあった方が風通しを良くして、まあ、要するにちょっと前だったら密密状態じゃないですか。はいはいはい、咲きましょう。ああ、ソーシャルディスタンスないんですよ。ソーシャルディスタンスがあるんだ。一回前の機械からこっちに買い替えるべきですね。
全然違うんですね、生産性が。全然違います。うん、やっぱりちゃんと実況してくださいよ。あの今こう倒しましてね、この機械がどうのこうので今はっきりちゃんと実況してくださいよ。じゃないとあのイメージ PV で終わりますよ。ある意味イメージでな。いやいや、やっぱり手伝い行ってください。走って行ってください。お仕事。何やってるんですかあなた。溜まったら多分ね、こう靴だけこう突っ張る。言い訳はいいっす。さっさと、さっさと手伝ってきて。一番ちっちゃいので言えば2畳、で押していくやつ。ああ、押してた。乗っていくのは4畳が一番小さいと思われてるんですけど、はいはいはい、実は1個下に3畳上っていうのがあります。あ、そうなんですか。そうです。で、一番大きいのは10畳、はいはいはい、行ったら一気に10列出れます。なんで行って帰ったらもう20列。まあ、岡山だったら8畳っていう8列が多いですね、大きいとこでは。見学ちゃんと手伝っていただかないと。そうそう、見学、農業見学になっちゃいますから。早く植えてってください。あのセンター確認してくださいよ、ちゃんと。左からお願いしますね。はい、お願いします。よし。一本入ってないので人力で。今先輩の入れ雑ですね、密集しすぎですね。あの何やってるんですか。なんか人の手で入れたって感じがする。そこ何やってるんですか先輩。先輩戻ってきて。ここだけ人力で入れました的な感が出てますよ。あそこだけ密集してる。はい、ということでね、はい、傾き始めました、はいはいはい、ところでね、結構ね、はい、もう、まあ、終盤というかね、もうあとも、はいはい、はい、いかがだったでしょうか。結構ね、はいはい、結構ね、あの、はい、やっぱ 広かったですね、田んぼがね、はいはい、今日はね、追加の作業はしないということでね、はい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 、お聞きしました、はい、この農業をやってる方のその大変さというか、ね、我々理解しました。この暑いと大変なんだってね。そうですですね、はい、やっぱりね、日本の主食ですからね、はいはい、お米大切に守っていきたいと思います。守っていきたいって、もうそんなそんな趣旨じゃない。日本の食を守ります。そんな大層な、ちょっと一日手伝ったからって言って日本の食を守ります。それは大げさですね先輩ね。このちょっと今日緩い感じでしたけど、次回も先輩あれですよ、あの機械動かして実際にね、あの、まあ、お手伝いするっていうところもやっていきたいですね。そうですね。かしこまりました、はい、ということで、またさよなら。本日もご視聴ありがとうございました。ユニセルロジでは今後も新人ドライバーの研修動画を更新していきます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。